お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回相手の方がですね、7連勝中の右四間飛車使いですね。まあそうっすね、角代わり、角代わり系に持ち込んで右四間を封じつつ、まあそうですね、早繰り銀は大丈夫だから右玉系に構えるべきかな。形的には大丈夫なんで、桂跳ねてで歩ついて右玉系に持っていきましょう。まあおそらく腰掛け銀系で来ると思います。で飛車引いてで金上がってで右玉ですね。相手は、金バランス型ですね。腰掛け銀か。ここで銀出る手はあるんかな。飛車先が伸びてきてないからね。まあ、銀出るか、玉寄るか、まあ玉寄ってみますか。まあ端はちょっと挨拶しとこう。手待ちというか、そのなんていうんかな、相手の陣形がちょっと歪まないとやりにくいところがあるんで、まあ王様をね、本当はね、囲ってほしいんだよね。なので、ちょっと手待ちしますって感じなんですけど。おー。打ってきたね。まあ、それならこっち避けるけど。Kジャンプは銀が出れば大丈夫よね。なんなら下でもいいな。Kジャンプは下で、角一回合わせて、桂の高飛び歩の餌食にしたい。角で歩交換してくるわけ？それは歩歩に角の時に桂馬に当たるよね。ん？歩歩に角、歩打ちは桂ジャンプの余地があるのか。まあ、この陣形、銀がさばければ、銀がさばければ、銀、飛車と金の形的に、まあ、打ち込めるようにはなるんで、って感じですね。あの角が邪魔だから消しに行くか？角打ちで銀、消しに行って銀上がる感じかな。それでやってみようか。打たせたことに得してるって見てっていう考え方もあると思うんですけど、ちょっとわからんので、角を消していつもの形に持っていきたいと思います。まあ、取ってくるぐらいだと思うんですけどね。取るか、歩ついて催促してくる？でも飛車が浮くのはなんか形悪いよね。まあ同銀で。飛車先の歩交換は、この切り返しですね。駒ダブリルートかな？これで歩打って、軽ジャンプしてきて、で、金の裾から角打ってっていう、そういうルートですね。で、金が寄ったら角なってって感じかな。まあ、それはこっちになっていて。
で馬で飛車を圧迫しに行きたいね。系統に歩打たれたらどうしようかね。系統に歩、あ、そこ今ん取ると銀で取って、え、なんか角のラインが、なんていうの、相手の腰掛け銀によって角のラインが別にないんで、今すぐどうちゅうことはないと思うんですけど、これは飛車に当たりますね。さすがに飛車は渡せんでしょう。で、銀がいなくなれば桂馬が取れそうだし。ということで、5五歩はつきたいかな。例えば5五歩で銀矢倉完成させる。で、桂馬が取れればって感じなんだけど、相手から、あの羽生流の角打ち、あの筋違い角で銀狙ってきたり桂頭を狙ってきたりするってには、まあ金上がるんかな、なんかちょっとモリッとせないかような気がするんだよね。あー、これはあれですね、桂馬に紐をつけたってことなんでしょうね。と金作っとく、候補手はと金作っとくか5五歩かなんだけど、なんか5五歩で馬に当てられるのもめんどくさいんで、と金一回作っとこうかなっていう感じかな。そしたら次に飛車と金の両取りができるんで、7分、と金作ってきますか。なんか羽生流の角打ちもと金で消えそうやし、で桂馬さばいてくるのは同桂同銀とかでいいんじゃないのっていう感じですか。がこの瞬間に飛車金両取りしとくても全然あるんかね。金と飛車の交換やったら全然こっちの方がマシやから、絶対に先手で入るはずだよね。まあ寄りますか一回。で飛車取れたら。あの金も浮いてるんで、こっちが先手のはずなんだよね。で金角持っとってもって感じから、マジか、それ飛車くれるってこと。いや、これ手順難しいな。まあ取っとくか。どの手順で取るかなんだけど、 K ジャンプ入れる？なんかあの K が中央に効いとるの気持ち悪いよね。いや、なんかどこまで欲張るかなんだけど、
いや、わからん。どこまで欲張れ、これ。飛車普通に取っちゃっていいのかな。取るか。で、まあ、金取ってくるでしょ。ですよね。で、まあ、普通に考えたら、まあ、こうかな。で、香車拾っといて、銀頭に香車ぶち込んでいく感じ？なんかね、5歩突くとね、角打ちのラインが出てくるんだけど、5五歩角打ちには銀引きで十分か。ということで、5五歩突きますか。まあ、下がれよと。でもなんか手順に固めさせたような気がして、なんか気持ち悪い感じもするけど、まあまあしゃあないか。で、桂馬外しといて、まあ馬通すか。こうかな。で、もうこっから攻めていくしかないか。なんかいろいろバラバラなのは気になるけど、桂打って同銀同歩、歩が浮いてる。で、銀でしょ。なんか多分一回ここ引いてきた方がいいな。玉頭になんか馬利かした方がいい気がする。今飛車、ん？小回りとしては、なんだ、相手は飛車持ってて、角桂と金の交換かな。こっちが駒得してるんだけど、手番が相手やから、どうなんだろうっていうね。次、桂打ちます。同銀同歩でついていこうって感じなんだけど、すごいとこ打ってきたね。まあ銀が浮いてるからってことなんやろうけど、まあ角打っといて馬で引っ張ってくれれば話は早い。桂馬取られて下に下ろされても中央が手厚いんで、中央に避けていけば大丈夫かな。銀取られるのも別に同馬で取り返しちゃって大丈夫。まあ桂打ちかな。なんかいや、これ攻めた方が良かったかな。分からん。まあ、この桂馬は中央に逃げていく気満々の桂馬ではあるんですけどっていう感じかな。これ、それどうなん？ん？馬が邪魔って言ってんだろ？桂馬ジャンプすると？桂馬ジャンプする。歩は大丈夫よね。まあ、桂ジャンプかな。で、次、と金引きたいって言ってるんでしょ？金引きは許せんかな。となると桂打つんだけど、ちょっと守りすぎな感じもあるんかね。
さてさて、そろそろ行きますか。まあ風かな。風ついてが銀サバック。2分30秒。なんか危ねえからな、こっち逃げとくか。ワンチャン入力も狙っていきたいところではあるんだけど、そうするとたらして同銀なら手順に香車取りつつ、玉頭の歩突きが銀取りですよって感じで、2分。銀、玉の右上の銀には角の紐がついてるから大丈夫。まあやってきたいよね、やってきたいよね。いや、それは結局つきたかったんだよ俺が。それは同馬で、ここはこうすると強者が動けんでしょう。筋トレ今なっとる。いや筋トレはこれは馬で帰ってきた方がいいかな。手厚い。まあそれはしょうがないところはあるんだけど、軽ジャンプかな。1分30秒で、これは馬で取っといて、まあ馬逃げといて、それは取って、叩いて、同馬で、まあ避けるしかないかな。桂馬ジャンプしてきたときに金で王手していっていいのかっていう話はあって、1分。まあ分からん。尻金やっていこうか。で、こっち取っとくより端ついた方がいいかな。端ついて詰めろかな。でも竜が来るんか。そっか、じゃあ一回、あれやね、取らないかんかったね。まあ、これはでもしょうがないから。まあ、それは上に逃げていって。これは捕まらんでしょう。なんなら角も危なそう。いやー、一回角取るか、これ。角取って大丈夫なのかって話はあるんだけど。まあ下がって拭いて、
これは逃げ切ったかな。強者打たれても角打たれても何されても大丈夫やね、うん、これ逃げとって大丈夫やね。時間はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、未記録の戦いとなりました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。